はい、ありがとう整体の平野です。このね、背骨を横から見たね、この、究極のカーブ、首がね、こう前に前腕していて、胸のところはね、少し軽く後腕して、腰のところは前腕していくという形、この形の中でね、この神経がちゃんとね、この動いたりですね、重力をきっちり受け入れて、ロスのない動き方ができる。ですから、この猫背だとかですね、巻き方は非常に良くないよっていうことをね、お話しているんですけども、これは一般の整体でもですね、このラインを気にしてやっておられると思うんですけども、私が見ているのは、この、ラインと、エネルギーの使い方、チャクラがですね、この連動しているということに、気がついたというか、チャクラの回転とこの骨の反りで考えるとですね、単純に、そうですね、例えば、高齢のね、こう、おじいちゃんおばあちゃんたちが、今あまりいないんだけども、すごい腰がこんなに曲がってしまっていても、元気にね、暮らしている。じゃあこれは、曲がっていて内臓圧迫しているから絶対ダメかというと、そういう昔の方はですね、骨が変形するほど使ってもですね、その方向、使っている軸の方向がちゃんと合っている、潰されるのを潰されまいとして、なんとかこう、いい方向にエネルギーを使っている。ただ、今の方はですね、平気で、溝落ちを潰したりして、本来、溝落ちは、前にこうエネルギーを持っていかなければいけないのに、平気で引いたままにしてしまう。こうなっても、エネルギーがこっちに来ていれば、なんとかね、これをまた、持ちこたえれるんだけども、平気で、潰していってしまう。これが、結果、それと、うまく説明できないんだけど、チャクラの回転が逆になってしまうという。そうすると、エネルギーの使い方が逆になってしまって、本来のこの気の流れですね、エネルギーの流れが、おかしな状態になってしまって、うまく体をね、コントロールできない、そういう形で、この、神様が作ったね、究極のラインに、持っていきたいんですけども、その使う方向ですね、エネルギーの軸もね、調整しなければいけないというふうに考えております。よろしくお願いいたします。伝わったかな？